何を買ったかって言いますと、やっぱりそこでしか買えないものっていうのを3種類、匂いをこう香った瞬間にただならぬ香りがするっていうのがもう第一印象だったんですけど、時間によってこう飛んでくる香りっていうのがとっても上品に香ってくるので、すごく好きなブランドです。皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです。今日はロンドンで、いろいろ香水なんですけどたくさん買ってきたので開封動画ということで開けていきたいと思います。何から行こうかなと思ったんですけど、やっぱり一番最初に行ったところ、ジョーラブスから開けていきたいと思います。このジョーラブスっていうブランドは、ジョーマローンを作ったジョーマローン氏が、まあ、今はジョーマローンっていうブランドはエスティローダー社のものなので、そこを離れた後ご自身でロンドンに1店舗だけ作ったのがこのジョーラブスになります。素敵な体験もしてきたので、そちらの方も別動画で載せてます。で、この中何が入ってるかって言いますと、以前来た時にはなかったこんな感じのポーチの中に、はい、シャワージェルとボディミルクですね。こんな感じで、これプラスちっちゃい香水が入っているっていう、このセット、なんか誕生日プレゼントとかにすごくちょうどいいなっていうので、香りが全部で3種類あったんですけど、このピンクのポーチのセットと、私が選んだのはもう一つは黄色いセット、もう一色あったんですけど、この2つにしました。香水の方も2つ買ってきたのかな。一応やっぱり全部香りを嗅いでって自分でこう気に入ったものの香水を買ってます。このジョーラブス箱に香りついてないので、この香りに関しては本当に好みだとは思うんですけど、私が今回買ったのはナンバー42ザ・フラワーショップっていう、すごくお花のなんか明るい感じの香りだったんですけど、万人受けしそうな軽い爽やかで、フローラルがたっぷりな香りでした。でもう一つもせっかくだったら開けちゃいます。こちらは、はい、シャーズオブシダーアンドレッドタイムっていう香りだったんですけど、これもすごくいい香りなので買ってみました。はい、じゃあなんで今回こんなに袋がでっかいかっていうと、このキャンドル作り体験の、キャンドルをスタッフと一緒に作ってきたのが、3人で作ったよ、3人分入ってます。これどんな体験かっていうと、香りを2種類選ぶんですけど、それをガッチャンコすることによってオリジナルっていう感じでキャンドル制作することが皆さんもできます。簡単に予約できてジョーラブスに行くとキャンドル作り体験できるので、ロンドンに来た際にはぜひやってみてください。で、こんな感じで仕上がったものも、やっぱりこのリボンの大きさだったりとかすごくおしゃれなので、プレゼントなんかにも作ってプレゼントするって素敵だからいいかなと思うので、おすすめです。じゃあ続きまして、クリードっていうブランドなんですけど、こちらの方は私も昔使ってたんですけど、改めてこの間またクリードをいろいろ試した時にやっぱりいいなっていうので、時間によってこう飛んでくる香りっていうのがとっても上品に香ってくるので、すごく好きなブランドです。で、はい、こんな感じで香水のボックスになってます。やっぱりこういう日本じゃ買えないものっていうのをせっかく来たのであれば購入したいっていうので、この中香水が2本入るようになってます。実際大きいサイズが入るようになってるんですけど、私ちっちゃいサイズを今2本購入したものを入れてます。こんな感じでやっぱりボックスに入れて香水を大事にしたいなっていうので思い出として購入しました。そして、それ以外にもやっぱり私いつもそうなんですけど、ショップ行くとたくさん買うので、日本よりも海外の方がすごくサンプル品ってたくさんもらえるので、それも楽しみの一つかなと思います。で、今回は、ここのクリードのロンドンの店舗でしか買えない香水も、本当にそこでしか買えない香水って言われたら買いたくなっちゃうんですけど、グリーンネロリって書いてあるんですけど、これはもうロンドンのクリードでしか買えない香水になってます。私この香りすごくお気に入りです。はい、続いて、はい、これはもう
メンズの香水なんですけど、もう私は今回このクリードですごく感動したのが、匂いをこう香った瞬間にただならぬ香りがするっていうのがもう第一印象だったんですけど、聞いたところによるとキングが使っているっていうことで、まあ、本当にただならぬ香りなので、まあ、どんな人が似合うかは本当に難しいんですけど、ただ なかなか嗅げる香りではないので購入してきました。でペンハリガンの方は何を購入したかっていうと、これもギフトでお渡しする予定なんですけど、これカーカスのセットになっていて、まあ、ちっちゃいソープとちっちゃい香水とっていう3点セットが入っているもの、こういうのすごくギフトに使いやすいので、私海外に来るとこういうものを買いだめして、知り合いの誕生日とかそういった時にプレゼントしてます。クリスマスの限定もあったので、これも、この中には女性のペンハリガンの香水のちっちゃいのが5種類のセットで、もうクリスマスバージョンがあったので、クリスマスバージョンも男性女性用1つずつ購入してきました。そして、ペンハリガンって言ったら、動物シリーズたくさんあると思うんですけど、私動物シリーズものすごくたくさん持ってるので、ロンドンでしか買えない動物シリーズの入れ物、ちゃんとイニシャル SS って入れてもらって入れ物も買ってきました。こんな感じで帰ってからどの子に何色を刺すかはちょっと考えたいなと思います。でそこにさらにつけるチャーム、香水のあの首のところからぶら下げるチャームっていうのも、これも日本で見たことないので購入したんですけど、店頭には6種類しかなかったんですけど、店員さんが、バレンタイン限定で出たものだったりとか、ロンドン限定で前に出たものだったりとかも出してくれて、そちらの方も購入してきたので、これはぜひ日本に帰ってからお家にあるペンハリガンの香水で、また YouTube 撮って紹介させていただきたいなと思います。あとソープセットで、よく私もソープってこう気軽にプレゼントできるんですけど、まあ手を洗うっていうよりもこうクローゼットとかの引き出しに入れてもらいたいなっていうので、いつもプレゼントしてるので、こちらの方も2つ購入してきました。あとはちっちゃい、どうしてもお土産がいつも重たくなってしまうので、できる限りミニマムにはしたいんですけど、こうやって香水を買ってしまうのでものすごく荷物が重たくなっちゃうんですね。なんですけど、ペンハリガンが出しているリップバーム、こちらも香りがついているので、まあ、こういったのはすごくお土産にいいかなっていうので、こちらの方もいくつか買ってきました。はい、そして、ロンドンにしか売っていない香りはありませんかって聞いたところ、2つあったんですけど、1つ気に入ったのがあったので、そちらの方の、ハイグローブブーケっていう香りの香水を買ってきました。こんな感じの入れ物です。これは日本では買うことはできないっていうことで、ちょっと面白いなっていうので買ってきてます。そして私ペンハリガンと言ったら一番好きな香りがカーカスっていう香りなんですけど、そのカーカスも3本今まで使ってるんですね。でカーカス好きな人におすすめないかって聞いた時に、このアーテミーシャっていう香りをすっきりしてていいよっていうのでおすすめされたので、これ嗅いだところ、まあ、カーカスってどちらかといったらユニセックスなんですけど、こちらの香りもすごく素敵だなっていうので、こちらの方もこれから使ってみる予定です。あとですね、このおしゃれなボックスのクリスマスバージョンも、ボックスプレゼントっていう形でもらったので、日本に帰ったら大切なものを入れたいと思います。じゃあ香り最後、フローリスいきます。何を買ったかって言いますと、やっぱりそこでしか買えないものっていうのを3種類買ってきたので、これはもうすごく歴史のある香りたちで、その6種類ぐらい紹介していただいたんですけど、その中から3種類、気になった香りっていうか気に入った香りを購入してきて、どんな風なボトルかと言いますと、まあフローリスのボトルの形なんですけど、香水の名前と昔からの調香をそのままずっと今も販売してるっていう形になるので、調香師のサインと調香した日付も入って、なんかこんな手書きで書いてあるので、なんかものすごく貴重な感じがするんですけど、こちらの方も
香水のコレクションに加えたいと思ってます。フローリスは小さいサイズの香水も売ってるので、でっかいのなかなか買っちゃうと、もうこれ以上買ってしまったら重さが引っかかってしまうので、できる限り小さいサイズに収めたいんですけど、これはチェリーブロッサムの香りです。こちらの方は日本でも購入できると思うので、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、もう一つはジャーミンストリートっていう香りなんですけど、今回言ったフローリスの目の前のストリートの名前の香りになってます。これはもう私たち4人で行ったんですけど、全員一致ですごくいい香りって言ってた香りなので、皆さんもぜひフローリスのお店の前の通りの香り嗅いでみてください。じゃあ今回の一番のお気に入りの香りなんですけど、フローリスで見つけたこのセフィーロっていう香り、この香りがめちゃくちゃ私は今日は刺さりました。で、多分人気がある香りなので、いろんなサイズだったりとか、チュッチュッてで、これすごく気に入って、このコンディショナーとシャンプーとボディーソープっていうのもちょっと揃えてみた感じです。もうこれ以上荷物を重たくしたくないって思ってるのに、どん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 重たくなってしまうっていうので、今回のロンドンに来る際にスーツケース結構いっぱいできたんですね。なんですけど、これだけ香りを買うってことは最後荷物が入らなきゃいけないので、香水とは関係ないんですけど、ロンドンと言ったら私もすごく大好きなリバティで、リバティで今回唯一買ったもの、はい、旅行バッグ、アメリカブランドなんですけど、パラベルっていうブランドの、旅行バッグを買って、今回荷物パンパンだったので帰りはこっちに移して、その分、買った香り系はスーツケースにしまって持って帰りたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。私も久しぶりのロンドンで、今回はやっぱりロンドン発祥の香水ショップに行くのをものすごく楽しみにしていたので、満足の、ショッピングができたのと、やっぱり香りのプレゼントっていうのが、私も人にプレゼントするの好きなので、たくさん持って帰れるので嬉しく思います。そして、今日はちょっと紹介動画だったので、開封動画だったので詳しくはできなかったので、また改めて、香水のレビューなんかもアップしていきたいと思います。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか、目元にちなんだことだったりとか、アイメイクとか、そういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。